JR 貨物 EF510 系電気機関車、EF510 系電気機関車、EF510 型電気機関車とは、日本貨物鉄道、JR 貨物が2001年、平成13年から製作している、高直流電気機関車である。東日本旅客鉄道、JR 東日本で2009年、平成21年から2016年、 平成28年まで運用された EF510 系500番台についても、本校で述べる。日本海縦貫線、常磐線などで1968年、昭和43年から長年使用されてきた、高直両用電気機関車 EF81 系の取り替えを目的に開発された。日本海縦貫線は、区間内が直流。 交流交流の異なる方式で電化され、これまで同区間を通して運転される機関車、牽引列車は EF81 型を使用してきた。JR 移行直後から後継機の開発が開始され、同区間用として1990年、平成2年に EF500 型が試作された。定格出力 6000kW の同形式は、輸送量に比べ過大な出力や、 技術上の問題などで量産にいたら輸送量に適合した性能を有する新型機関車の開発が以後の課題とされた。東海道採用本線を主とする直流電化区間用としては運用コストを適正化した形式として同時期に e f 2 1 0型が製作された。同形式の設計をもとにして高直流容器の開発が進められ2002年 平成14年1月に三菱電機、川崎重工業で先行量産車の1号機が完成した。これが EF510 系である。同年2月から10月に行われた基本性能の確認試験及び営業編成を使用した営業運転確認を踏まえて本形式は2003年、平成15年から量産を開始し、 老朽化の進む EF81 型を徐々に淘汰しつつある。例番台に関しては、公募によって同時期に登場した A200 系のエコ、パワー、ブルーサンダーと対を成す形で、エコ、パワー、レッドサンダーの愛称が付けられている。JR 貨物が設計、製造する機関車は先行試作車に900番台を、付番しているが、本形式は先行量産車が1号機となっており、 900番台が存在しない唯一の形式である。対抗性鋼板を使用した車体は、高運転台式非貫通の全面形状を有し、正面窓状に短い日差しを設けた衣装は EF500 型に類似する。全照灯は、運転台下部のほか、上部中央の屋根状にも設ける。外部塗色は、車体上部が主席色、車体裾部が灰色。 塗り分けの境界部と全小灯の位置に白色の帯を配する。機械室内の機器配置は Z 型通路形式とし、車体中央で通路配置が逆転する。これは機器室内の通路幅を確保し、整備性の向上に配慮したものである。このため側面の窓配置は向かって左側に最高窓が並び、向かって右側に通風口を設ける配置となる。 主要機器の冷却には、個別に設置された、送風機と送風ダクトによる外気を用いるが、補助電源装置の冷却方式は、下器と陶器で異なり、下器は外気を直接取り入れ換気を流し、陶器は内部で空気を循環させ、機器室を密閉する。これは陶器に、雪の侵入を防止するための機構である。屋根状の特別高圧機器類は、 寒冷な気候条件と円外への対策として、パンタグラフと保護設置スイッチのみを屋根状に設置し、従来機では屋根状に設けていた、段度機や遮断機などは室内に配置する。主回路装置には、アコ百型から採用された高速トルク制御機能を有する三菱電機製の VVVF インバータシステムで、制御素子はリベットを用いる主変換装置を採用する。 主変換装置は、強制風冷式都市、3レベル電圧型 PWM コンバータプラスに、レベル電圧型 PWM インバータ2組で、構成、それを3台搭載した、1台のインバータで1台の主、電動機を個別に制御する 1C1M 方式である。後日する、補助電源装置故障時には、運転台からの遠隔操作で、第一軸の主変換装置インバータ部を補助。 電源装置のバックアップとして使用できるフェールセーフ配慮がなされた。補機類の電源となる補助電源装置は、主変圧器三島基線からの出力を直流に変換する整流部と直流電源を参照、交流 440V に変換するインバータ部で構成されている。主変圧器は、そういう風鈴式の外鉄型、低角容量百九十九馬のものを一機、 搭載する。二字幕線は6群構成とし、主変換装置のコンバータ部に、三字幕線は補助電源装置に接続されている。主電動機は EF210 型と同一のカゴ形参照、誘導電動機、FMT4K、一時間定格電圧 1100V、一時間定格電流 370A、一時間定格出力565、 キロワットを6機装備する。台車は EF210 型と同様の軸両式、ボルスタレス台車 FD7N 型、両端 FD8A 型、中間である。軸距百 2500mm、車輪径は 1120mm であり、台車間距離 6200mm で配置される。駆動装置は一段歯車減速吊り掛け式であり、手電動機の車軸支え軸受け部を、 頃、軸受けとすることで歯車噛み合い精度向上と、メンテナンスフリー化を図っている。歯車比は5.13、大歯車82、小歯車16である。基礎ブレーキは、消結性リンゴを用いたユニットブレーキを採用し、留置ブレーキとしてはネ式ブレーキを備える。ブレーキシステムは、短期ブレーキが発電ブレーキ併用の電気指令式、空気ブレーキ、編成ブレーキが、 電磁自動空気ブレーキである。寒冷地仕様として、大切ブレーキ機能を装備し、車輪とセ輪後の間に雪を侵入させない構造としている。パンタグラフは上昇動作時の針外し機構を空気式としたシングルアーム式の FPS5 型で、関節部を車体中心に向けて搭載する。空気圧縮機は C2000 相当を採用し、 床下の台車周辺に除湿装置と共ににき、搭載されている。運転室は、機密性を高め、空調装置を配置した。運転席周囲の機器配置は既存の新型機とほぼ共通の構成とされ、運転中の各種情報や、点検時の事故診断結果などを集中して表示する、モニタ装置を設する。2002年、平成14年1月に製作された。 すでに実用段階にあった直流電気機関車 EF210 系の基本設計を踏襲したことから試作機とはされず量産を前提とした仕様の先行量産機とされている新鶴見機関区に配置され各種試験に供された。車体裾その白線は幅が広い。車体側面には JRF のロゴマークのみが描かれる。2003年。 平成15年より制作された。先行量産機の運用成果をもとに各部に改良が見られる。車体裾の白線は幅が狭い。車体側面には JRF のロゴマークのほか、レッドサンダーのロゴマークが描かれる。2012年度落成車である21号機以降は、信号円管が運転台助手側直上に移設され、 後部標識灯の LED 化がなされている。JR 東日本の夜行信頼列車、北都星カシオペア建員機の更新のために、2009年から15両、製作された。例番台を基本に、ATSP、ATSPS とデジタル無線、およびブレーキ設定機に、小グ駅上野駅間での客車推進運転用のスイッチを設置し、東北本線黒磯駅の公直セクションを、 通過するための自動列車線ベッジも装備していた。例番台20号機までと比べて、信号円管が、運転台女子側直上に移設、後部標識等の LED 化がなされており、500番台落成後に発注された21号機以降も、この変更に倣っている。501から508.511から515号機は24系客車に準じた青い車体に流星をあしらい。 金色の帯を巻いた北斗星色2010年に製作された509.510号機は E26 軽客車に準じたシルバーメタリックの車体流星とご本体を入れたカシオペアで落成した2011年5月20日東北地方太平洋沖地震東日本大震災で運転を中止していた北斗星カシオペアの運行再開にあたり東北 上越、長野の各新幹線車両と同様の復興推進キャンペーンステッカーを重付した。JR 東日本の夜行寝台列車の全廃に伴い500番台は JR 貨物へ売却された。外装は側面の流星マークとイーストジャパンレイルワイカンパニーのロゴが消され、東北地方太平洋沖地震。 東日本大震災復興キャンペーンのステッカーが外された以外は青字に金色のストライプもそのままで車両番号の改変も行われていない。なお、カシオペア色で落成した509.510号機は蒸気に加えて前面の虹色ラインのステッカーも外されている。例番台との共通化として保安装置のうち ATSP を撤去して貨物対応の ATSSF と ATSPF に変更された。また、黒い素通過用の自動列車選別装置の、車上誌撤去、O-5 空気部への操作レバー撤去、生林誌とパンタグラフ3タを貨物仕様に変更する、等が行われた。JR 貨物においては本形式は、前期が富山機関区に配置され、2016年現在で38両、1から23.501から515号機が、 在籍する日本海縦間線の全区間で使用することを想定した形式で、吹田貨物ターミナル、大阪貨物ターミナル、青森信号場間の大多数の貨物列車に運用されるようになったが、一部は、くだら貨物ターミナルや山陽本線、岡山貨物ターミナル駅や、青波、千名古屋貨物ターミナルまで運用されている。0番台、500番台による区別はなく全機とも。 共通で運用されている。政策当初より日本海中間線に集中して投入され、当初は大阪貨物ターミナル、新潟貨物ターミナル間で運用されていたが、2007年3月大夜改正では青森信号場まで、2012年3月大夜改正では上等貨物線、大阪東線を経由してくだら貨物ターミナルまで運用を拡大し、 2015年3月ダイヤ改正で山陽本線に入線するようになり、岡山貨物ターミナルまで、また2017年3月改正で青波線の名古屋貨物ターミナルまで運用を拡大した。2013年度には貨物列車の受託解消で余剰となった501から508.511号機を JR 東日本から入り、 2015年度から2016年度にかけて512から515号機、さらにカシオペアが運行終了した2015年度末に専用色であった509.510号機も購入し、JR 東日本所属であった15両はすべて JR 貨物に移す。老朽化していた富山機関区所属の EF81 は2016年3月ダイヤ改正で定期運用がなくなり、 置き換え完了となった。また、509号機は2016年5月26日から貨物運用に入っている。もっぱら貨物列車の牽員に使用されているが、2007年、平成19年には24軽客車、夢空間の旅客列車牽員に6号機が使用された、事例もある。JR 東日本においても、 タバッタ運転所に在籍する EF81 系の置換用として本形式を15両申請し使用することとなった。2009年12月に1両目となる501号機が登場した後、各使用線区での試運転や乗務員訓練と並行して製造が続けられ、2010年10月までに全15両が出揃った。五百番台は二千十年六月十五日から 上野駅発札幌駅業、カシオペアより運用を開始した。さらに、同年7月14日からは、同区間の北斗星での運用を開始した。また、同年11月17日には、新小岩三沢駅から町駅、田端三沢駅間の工事臨時列車を、さらに同年12月1日からは、常磐線の貨物列車牽員を開始した。2013年時点では、 北斗星カシオペアを中心に、臨時列車や、配給列車にも使用されている。2012年には、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の復興支援を目的として、四国旅客鉄道、JR 国、JR 東日本、JR 貨物三社共同により、アンパンマントロッコを、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の各県で運行することとなった。 その運行線区の一つである常磐線では唯一電気機関車による経営となり、この500番台が、キクハ三3人から5 0人、アンパンマントロッコと被害者である、キハ185から26を経営した。なお、2013年3月16日ダイヤ改正で、田畑運転所の貨物輸送住宅が終了したため、常磐線を中心とした貨物列車の運用は、 あ500型に変更されている。これにより、車両に余剰が発生し、501から508.511号機は、運用から外されて保留車となった。これら保留車は、同年7月23日から26日にかけて、JR 東日本での車席を失い、2013年7月26日から、JR 貨物高崎機関区に配給輸送され、その後、 JR 貨物東新潟機関区、JR 貨物富山機関区へと順次輸送された。2013年9月24日に、水田機関区に入場していた511号機が、JR 貨物使用保安装置への換装等の整備を受け、富山機関区に無動力改装された。2015年8月22日の北斗星運行終了に伴い、 同年12月13日に512.513515号機が2016年2月3日に514号機が富山機関区に無動力改装された。最後に残った509、5 1 5号機は2016年3月21日までカシオペアを牽引し同月31日に無動力改装でタバタ運転所を立った。これにより JR 東日本において本形式は消滅した。また2016年3月26日の JR グループダイヤ改正日以降は515号機が同年3月29日から514号機は同年4月7日から509号機は同年5月26日から貨物運用に入っている。 レフネムイコール railf.jp スラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ05スラッシュ27スラッシュ 14000.html レフ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。